硫酸、硫酸、硫酸は化学式で示される無色、酸性の液体で用のオキソ酸の一種である。古くは緑板油とも呼ばれた。化学薬品として最も大量に生産されている。硫酸の性質は濃度と温度によって大きく異なる。濃度の低い硫酸、質量パーセント濃度が約90%未満水溶液を気硫酸という。 気硫酸は強酸性だが酸化力や脱水作用はない。濃度の高い硫酸、質量パーセント濃度が約90%以上を濃硫酸といい強力な酸化力や脱水作用を有し、濃硫酸のハメットの酸度関数は96%では H イコール9.88であり、98%では H イコール10.27の強酸性媒体である。 市販の濃硫酸は96から98%程度のものが多く、96%のもので、モル濃度は18モルデシメートル、規程度は 36N である。濃硫酸を体積で6倍に希釈した希硫酸は、モル濃度は3モルデシメートル、規程度は 6N であり、質量パーセント濃度は25%、H イコール1.47であり、10%を超えがん有する溶液は、 医薬用外劇物の指定を受ける。主に工業用品、医薬品、肥料、爆薬などの製造や、鉛蓄電池などの電解液に用いる。硫酸は酸酸化用を水と反応させて得られる。やや粘性のある酸性の液体である。塩酸などとは異なり不揮発性であるため、濃度の低い硫酸であっても水分が蒸発すると濃縮されるので、衣服についた場合などは、 そのまま放置すると穴が開く危険性があり、また皮膚についたものを放置すると火傷をする恐れがある。水分子との強い親和力により吸湿性と強い脱水作用があり、有機化合物から水素と酸素を水分子の形で引き抜く。初等に濃硫酸をかけると炭化したり、濃硫酸が皮膚につくと火傷を起こすのは、この脱水作用と発熱及びプロトン化能力のためで、 ある。硫酸の水和熱は極めて大きく、第一水和エンタルピー変化は以下の通りである。また、硫酸の溶解エンタルピー変化は以下の通りである。このための硫酸を希釈する場合は、発熱に注意しながら、攪拌して水に少しずつの硫酸を加えていかなければならない。水に溶かすと発熱するが、 氷と混ぜると多くの水溶性化合物に見られるように逆に肝材ともなり得る。金属と反応させた場合の挙動は金属の種類のほか、硫酸の濃度と温度に依存する。例えば濃度と温度がいずれも高い熱の硫酸では酸化力が高くなる。反応生成物も,も変化に富む。一般には水素、硫化水素、硫黄二酸化用金属の硫化物、 硫酸塩が生成する。気硫酸は水素よりイオン化傾向の大きな金属と反応し水素を発生させる。ただし、鉛は表面に不要性の硫酸鉛を生じ、反応が進行しない。鈴、ニッケルなどとの反応も極めて遅い。亜鉛との反応は実験室で手軽に水素ガスを発生させる方法として用いられる。 濃硫酸を加熱したものを熱濃硫酸という。摂氏290度以上では濃硫酸は水と酸酸化用に分解し、酸酸化用は酸化力を持ち、これ以下の温度でも平行混合物として酸、酸海王存在する。そのため、熱濃硫酸には強い酸化力があり、酸化剤として用いられる。イオン化傾向の小さい銅や銀などとも反応する。また、炭素。 硫黄などの非金属とも反応する。例えば熱能硫酸と銀との化学反応式は以下のようになる。熱能硫酸は方向属化合物などの有機物とする本化反応を起こす。ただし発煙硫酸を使う方法の方が一般的である。これは平行性生物としてわずかに存在している SO による吸電子置換反応でる。 この反応により生成するスルホン酸は一家の共産である。脳硝酸と脳硫酸を混合した混酸は有機物とニトロ化反応を起こし、クリセリンなどアルコールと反応して硝酸エステルを生成する。これも共産性媒体である。脳硫酸中で硝酸がプロトン化を受け続いて脱水した結果生成したニトロイルイオン、ナイトロイルによる旧電子置換反応である。 純硫酸は濃硫酸に計算量の酸酸化用、または発煙硫酸を反応させて得られるが、これを加熱すると、やはり摂氏二百九十度以上で分解が始まり、さらに加熱により九十八点三三パーセントの水溶液となり、沸点摂氏三百三十八度の強風混合物となる。濃硫酸、特に百パーセントの純硫酸であっても分子性の液体としては、 比較的高度に電離しており、水素イオン、実際には、和10モルキログラム程度生成し、また溶媒としての硫酸は溶質に、プロトン、水素イオンを供与する力が非常に強くハメットの、酸度関数では、H イコール11.94を示す。しかし、酸度関数も濃度により変化する。プロトン性極性溶媒である、純硫酸には、 自己乖離及び縮号などの平行が存在し、摂氏重度の平行定数は以下の通りである。平行にある、純粒酸中の化学種の濃度は、1.130mg、1.5010mg、8.010mg、4.40mg、3.60mg、10mg であり、分子性の液体としてはかなり高い電気連動度を示し、 摂氏25度における非電気伝導度は1.0440オームセンチメートルである。この電気伝導度の値は、純硝酸の3.7210オームセンチメートル、摂氏25度よりは低いものの、フルオロ硫酸の1.0850オームセンチメートル、摂氏25度、純復化水素の1.60オームセンチメートル、摂氏0度、および、純水の6.24010オームセンチメートル、 接氏25度よりも、はるかに高い。硫酸は、水溶液中では、強い二塩基酸として働き、一段目は、ほぼ完全帰り、二段目は、やや不完全となる。二価の酸であっても、塩基水溶液による、水溶液中の中和的定曲線は一価の強酸と、類似の形状を示し、一等量点は現れない。その三乖り定数。 熱力学的定数は、摂氏25度において、以下の通りである。ここで、フォーミュラ7はフォーミュラ8の活量を表すが、気迫水溶液では、質量モル濃度、モル濃度にもほぼ前近するに近い。2段階目の乖離に関するエンタルピー変化、ギブスの自由エネルギー変化、エントロピー変化及び低圧モル比熱変化は、以下の通りである。 帰りに伴うエントロピーの減少は、イオンの電化の増加に伴う水和の程度の増加に、起因する。濃度98%の硫酸の融点は、摂氏3度、比重は1.84である。摂氏204度、98.33%の、濃度で水と酸酸化用の分圧が等しくなるため、不揮発性ではあるが、温度を上げるだけではこれ以上濃度を高めることは、できない。 濃度が高くなるにつれ、油状になる。硫酸の粘度は、多くの液体で見られる、通り温度の上昇とともに下がっていき、摂氏25度、1気圧では、23.80であるが、摂氏50度で11.70、摂氏100度では4.10となる。しかし、ヒドルキシ元により強い水素結合が生成されるため、粘度は、水の数十倍にもなる。 純硫酸の摂二25度における、比有限率は101であり、イオン回離に有利な溶媒であると言える。硫酸を発見した人物として二人の名前が知られている。一人は八世紀のイスラム世界の錬金術師、ジャービルイブンイコールハイヤーン、ラテン名ゲベルであり、明版もしくは6番、理翼版、硫酸鉄七水和物を主体とする功績を、還流して、 硫酸を得たとされている。もう一人は旧世紀のイスラム社会の医者であり、錬金術師であったイプンザカリアルラーズイーである。緑板あるいは単板、硫酸道五水和物を主体とする鉱石を還流して、硫酸を発見した。いずれにせよ、還流の過程で、熱分解によって酸化鉄あるいは、酸化銅と共に酸酸化洋が生じる。これが水を吸って凝縮し、気硫酸が得られた。 この方法は十三世紀のドイツ人アルベルト・マグナスなどによるイスラム文献の翻訳によりヨーロッパへと伝えられた。このような由来により中世の錬金術師の間では硫酸はバンアブ油と呼ばれていた。十四世紀にはベネディクト界の修道士であり錬金術学者でもあったバレンティヌスが硫黄と小石を合わせて燃焼させると金属を溶かす性質のある液体。 硫酸が得られることを発見した。1600年頃、オランダ人の発明家、コルネリウス・ドレベルは、熱死た王と、小石から当時としては最も効率よく、硫酸を回収する方法を確立した。ドレベルの手法は150年後に登場する、ローバックの鉛質法につながっていった。17世紀には、ドイツの科学者、ヨハンルドルフ・グラウバーがアムステルダムに、 硫酸工場を設立している。水蒸気を通じながら、硫黄を焼石と一緒に燃やす手法を取った。焼石の分解性生成物が硫黄を酸化して酸、酸化硫黄を作り、酸、酸化硫黄と水の化合物として、硫酸を得ていた。硫酸工場の目的は、焼石と反応させて、硝酸を製造するためであった。1654年には食塩に硫酸を、 反応させて塩酸を発見している。この時生成する硫酸ナトリウムは彼の名からグラウバー塩とも来れる。1736年にはイギリスのジョシュア・ウォードが全工程にガラス容器を用いグラウバーの製法を用いて生産規模を拡大した。1746年にイギリスの科学技術者ジョン・ドーバックが 反応容器の素材をそれまでのガラスから鉛に変え鉛質法の基礎を確立した。硫酸の製造コストを大幅に引き下げることができたため鉛質法の工場はイギリス中に広まった。繊維の漂白剤の製造に硫酸が欠かせなかったことから17世紀から18世紀当時の産業革命の進展に大いに寄与した。1793年 フランスの科学者、ニコラ・クレマント・シャルル・デゾルムが鉛質法を完成した。鉛の容器中で黄と小石に空気を通じながら燃焼させたことに特徴がある。クレマント・デゾルムは、1811年に要素を発見した科学工業家ベルナール・クールとあの友人であり、要素のサンプルの分析を依頼されて発見を再確認し、1813年11月29日に、 クールとあの業績を公開している。その後、鉛質の全段階で用を燃焼させ、酸酸化用を製造する工程が発明された。1818 18年、フランスの物理学者、科学者であるゲイ,イコール・ルサックが鉛質法を改良。1827年には鉛質で生成した窒素酸化物を回収するため、鉛質の鉱段に接続する。 イ・コール,ル・サック島を考案した。1837年にはフランスの硫酸工場に最初の糖が設置されたものの広範囲には使われなかった。1859年にはイギリスのジョン・グローバーが回収した不純物を含む硫酸から硝酸を分離するためのグローバー島を考案した。ゲイコール・リュサック島はグローバー島と組み合わせることで進化を発揮し、 硝酸法の地位が確立した。これをもって、硫酸製造の工業化が完成されたとされている。硫黄の燃焼室、グローバー糖、鉛室、ゲイイコールルサック糖を直列に接続し、グローバー糖とゲイイコールルサック糖の間で硫酸を循環させるシステムが出来上がった。八百七十年代には、鉛室の前後に二種類の糖を備えた、硫酸工場がイギリスを中心に、 ヨーロッパ中に広まった。鉛質法は長い間標準的な製法であったが、発金触媒を用いる接触法が開発され、ついで、1915年に発見された後参加に、バナジウム、触媒を用いるバスフ法に置き換えられていった。国内最初の硫酸製造工場は、1872年5月20日、旧暦明治五年四月十四日、大阪市北拓天馬にある、 大阪造幣局に設置された大阪造幣局創設の翌年である貨幣に利用する金銀合金の分離生成及び円形、円形、金属板を貨幣の形に打ち抜いたものの洗浄に用いるためである当時の製造設備は小三法の一種である鉛質式であり製造能力は1日あたり 180kg であった 焼酸法のもう一つの製造方法である、接触法の製造設備は、日露戦争中である1905年に登場した。設置場所は、神奈川県平塚市にあった平塚海軍火薬所である。製造能力は1日あたり3 0 0 0ラムであった。硫酸の原料は二酸化用である。日本国内では、原料の二酸化用を銅などの非鉄金属の精錬。 副産物、鋼鉄鋼などの賠償、現在日本国内では行われていない、もしくは石油の脱流による回収異応から得ている。硫酸は二酸化用を酸化し水と反応させることで製造されている。酸化の方法は大きく接触法と硝酸法に分かれる。歴史的には窒素酸化物を触媒とする硝酸式代表的なものは 鉛質法で製造されてきたが、製造できる硫酸の濃度が低く、装置特に鉛質の鉛に起因する不純物も,も多くなってしまう。2004年現在、日本国内ではすべて接触法で硫酸を製造している。接触法では、二酸化用を酸化するために五酸化ニーバナジウムを表面に付着させたペレットやタブレットを用いる。 触媒の失活を抑えるための添加物に特色があり、各種触媒が開発された。固体触媒を使いに酸化黄ガスを直接酸化させるため不純物の少ない酸酸化用無水硫酸が得られる。酸酸化用と水との反応はあまりにも激しく、生成物が飛散しやすいため、吸収等内で反応生成物である酸酸化用を脳硫酸に過剰に吸収させて、 発煙硫酸、都市、純水の希釈水で最終製品である93%、95%、98%の濃硫酸を得る。できた濃硫酸はプロセスに戻し酸酸化用の溶媒として用いるほか、原料ガスの脱水にも用いられる。補足1、酸酸化用は水とは発熱を伴って激しく反応し、硫酸を生じる。 その化学反応式を以下に示す。発足2、二酸化用二酸化窒素により酸化する硝酸法による硫酸製造の反応式。発足3、過酸化水素による方法。硫酸は様々な肥料、繊維、薬品の製造に不可欠である。そのため、硫酸の生産能力は一国の化学産業の指標となっている。2000年現在の年間生産量では、 全世界の9600万トンのうち中国が2400万トンを占める。ついでアメリカ合衆国の960万トン、ロシアの830万トン、日本の710万トン、インドの550万トンである。中国とインドは5年間で生産量を約30%伸ばしており、ロシアも成長しているが日本は微増にとどまりアメリカ合衆国は減少している。 2016年度日本国内生産量は6,460,710トン、消費量は762,555トンである。硫酸を原料、実際には、発塩硫酸と塩化水素から製造した、クロロスル本酸を反応に用いるに合成される直鎖、アルキルベンゼンスル本酸ナトリウム、および高級アルコールの硫酸モロエステルナトリウム、ジオである。 ラウリル硫酸ナトリウムは合成洗剤、シャンプー及び歯磨き粉などの海面活性剤として用いられる。多数のするホモと、層を有する高分子は非イオン交換樹脂としてイオン交換膜及び水の生成などに用いられる。三触媒としてはニトロ化合物製造の反応除剤として重要な役割を持つ。また安価な協産であることから気流酸はデンプンの透過による 水飴の製造、収素及び、要素の製造、宝石、金属の電解清錬用の電解液としても、用いられる。鉛蓄電池の電解液としては、濃度約 33%D、イコール 1.24Gcm の気流酸が、用いられ、放電に伴い濃度は低下する。肥料としては、硫あカリン酸石灰の製造原料として大量に、消費される。 紙を濃硫酸で処理した半透明の薄い紙は硫酸紙と呼ばれ、溶皮脂の代用として用いられる。硫酸イオン、硫酸イオン、スルフェートは、主に硫酸及びその化合物の電離、分解などによって生成する二価の影イオンで、硫酸時を結晶中にも存在する硫黄化合物である。正四面体系構造で硫酸、ヒドラジニウム、 NHSO 結晶中の SO 結合距離は 149PM であり、単結合と二重結合の中間的な長さに相当する。この SO 間の共有結合に関しては、当初は SP 軌道に加え D 軌道も混じった根性であるという意見や、これは D 軌道のエネルギーの高さから SF の場合と同様早期に否定的な意見が出ている酸素原子上の非共有電子体の バックドネーション的な効果が提唱されていたものの、実験と理論の両面からの検討により単結合と捉えるのが妥当であることが判明した。なお、単なる単結合より結合距離が短い点に関しては、酸素原子と溶原子上にそれぞれ1.5とプラス4か程度の電化が存在すること、共有結合そのものも分極が強く電化にかなりの偏りがあることによ。 SO S 間に共有結合に加え空論力、イオン結合的な力が働いているためである。硫酸は強い酸化剤となるため、イオン化傾向の低い金属などにも採用し、硫酸イオンを含む多くの金属の化合物を作る。硫酸イオンより酸素原子が一つ少ないイオンはアリ酸イオンと呼ばれる。金属イオンに対する配位結合は弱い方であるが、 コバルトイオンなどに対しては、スルファト作体、サルフトを形成する。海水中にもかなり多量に溶存し、その濃度は2.82デシメートル、0.029モルデシメートルと、鍵イオンとしては塩化物イオンに次いで多量に存在する。硫酸水素イオン、硫酸水素イオン、ハイドラジャンサルフェイト、カソは、硫酸の一段階目の電離により生成し、また、 硫酸水素使用の結晶中に存在する一家の影イオンであり、やや歪んだ四面体系構造で、水素原子が結合した OS 結合距離がやや長い。気硫酸中には、硫酸イオンは、むしろ低濃度でしか存在せず影イオンの多くは、硫酸水素イオンとして存在し、硫酸濃度を10モルデシメートル程度以下に希釈をして、初めて硫酸イオンが主な化学種となる。 例えば、ラマンスペクトルによる結果では3.5モルキログラムのキ気ウ酸では、波素が2.06モルデシメートル、SO が1.01モルデシメートルである。硫酸は、安価に製造できる不揮発性の強酸のため、種子の硫酸塩用は工業製品として製造されている。硫酸イオンを含む、イオン結晶であり多くのものは、水溶性であるが、アルカリ土類金属塩、コス、スソ、 バソ、ラソ、ナマリエン、PBSO 及びエンは難用性であり、バリウム塩及びラジウム塩は特に溶解度が低い。本来硫酸イオンは無色透明であるが、繊維金属イオンを含むものは様々な色を呈する。生地硫酸塩も参照のこと。硫酸水素塩、硫酸水素塩、ハイドラジャンサルフェイトは硫酸水素イオン、ハ素を含むイオン結晶で、 水素塩、酸性塩の一種であり、抗議には硫酸塩に含まれる。重硫酸塩、重硫酸塩、バイサルフェイト、酸性硫酸塩、酸性硫酸塩、アシトスルフェイトなどと呼ばれることもあるが、正式名称ではない。多くのものが吸湿性で水に液溶であり、水溶液は硫酸水素イオンの電離のため酸性を示す。硫酸水素塩はアルカリ金属塩、 ベッソが、硫酸塩と硫酸のトウモル混合水溶液の濃縮により得られ比較的安定であり、加熱により脱水しに硫酸塩、MSO となる。南洋製塩の酸性誘拐のトール剤あるいは、白カネルツボなどの洗浄に用いられる。アルカリド類金属塩、鉛塩、M などは、硫酸塩を熱濃硫酸に溶解し冷却すると得られるが、吸出により、 硫酸塩と硫酸に分解しやすい。また硫酸一水やエモの破素法は濃硫酸に、計算量の水を加えて冷却すると結晶として得られ、有点は摂八8.5度であり固体、高破素は、オキソニウムイオンと硫酸水素イオンからなる、イオン結晶である。鉱物学において、硫酸塩からなる鉱物を硫酸塩鉱物、硫酸塩鉱物、スルフェートミネラルという、 硫化鉱物の酸化及び熱水からの石質などにより生成し、以下のようなものがある。硫酸とアルコールとが脱水縮合した構造を持つ誘導体を示す。モノエステル及びジエステルが存在し、モノエステルは一家の共産である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。